大人の女子校始まります。校長の中町愛です。はい、今夜はですね第10回目ということで、はい、今夜もねとっても素敵な、ゲストさん、ね、女子校的にと客員教授ですね、はい、お招きしております。ちょうどね1年ぐらい前にこうねご縁ができた方なんですけれども、あの花道セレクションね第1回目の、予選大会の時にね地方から出てきている彼女とご一緒して、でその後ねちょっとねランチをしてお話をしたら、なんかえってこんなにシンクロする方いるんだっていうような、もうほんとね奇跡の出会いがありまして、まあ、そこからねその花道の本線を越えて、ね、こういうご縁をつながせていただいております。はい、とっても素敵な女性なのでね、皆さんお話楽しみにしていてください。はい、では早速お呼びしたいと思います。レインボー株式会社代表取締役の林奈美子さんです。はい、では早速ご登場いただきました、レインボー株式会社の林奈美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日お忙しい、はい、こちらこそありがとうございます。なんかすごいとっても素敵なお召し物なんですけれどもね、なんか今ちょっとしか見えてないから、なんかよかったらちょっとこうなんか立ったりして見せてあげてください。これはあの着物の羽織なんですが、本当にお洋服に合わせて着てるんです。下はパンツを履いています。素敵。ベルトを合わせて、うんうんうん、はい、こんな格好を普段からしてるんですけれども、ね、ちょっとこの後もねたっぷり聞けるかなと思うんですけど、ちょっとねそのね和との融合っていうところ一個ね奈美子さんキーワードですもんね。そうですね、はい、和文を大事にしていきたいっていうのは会社の理念の一つでもあるので、うんうんうん、ありがとうございます。ね、ちょっと今早速 ね、 あのね自己紹介の前からお洋服の話をしてしまったんですけど美しかったのでね、はい、ちょっとね私の方からちょっとね軽くね、はい、あのご紹介をさせていただいたんですが、ぜひね奈美子さんの方から自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました、ありがとうございます。私は今富山県を拠点に、株式会社レインボー株式会社というのを経営しているんですけれども、和文化の継承というのが一つと、あとは女性の自立支援ということで、海外金融を軸に皆さんの資産を守って増やしていくっていうお仕事をしております。過去着物が大好きっていうのがもともとあったので、うん、和文化っていうものをね本当に大事に守っていきたいなという気持ちがあるので、で和文化に身近に触れてほしいっていう思いで着物のイベントを企画したり、年に1回ちょっと大きめの着物ショーを企画したりっていう活動をしております。はい、ありがとうございます。もうね実は着物ショー、まあね、以前にもやれされたことがあって、はい、私ねちょっとその当時はね移動できなかったのでリモートで拝見したんですけど、第1回目かなにしてなんかものすごい豪華でしたよね。そうですね、会社を立ち上げて今、3年目に入ったんですが、うん、会社をやる前からちょっともう少し小さな規模ではやってたんですけど、そうだったんですね。会社立ち上げて初めての着物ショーが前回のイベントで、結構ね、大きな規模で開催できまして。なんかものすごいね、豪華なゲストさんとかもいらしていて。そうそう、そうなんですよ。なんか、ね、先生に来ていただいたり。ね、本当ですよね。なんかこう失礼ながら本当にね、こう奈美子さんのね、その知り合わせて、もっとお友達みたいなところから始まってたので、なんかこう奈美子さんの好きがちょっとこう発表会になったのかなぐらいに勝手に思ってたら、もうなんかものすごい豪華な、もう本当なんかこうね、もうホテルのなんか宴会場でやっていいよっていうレベルの、もうなんかすごい豪華な本格的なショーだったので、なんかリモートで拝見しながらびっくりしてたんですけど。嬉しいです、ありがとうございます、ね、だからちょっとね今後が楽しみだなっていうところもあるんですけど、うん、そう奈美子さんがね今ね会社立ち上げられて、ね3年っておっしゃいましたっけ。3年目に入りました、ね、3年目とおっしゃってましたけど、そう、そのね会社を立ち上げようと思った、まあ、経緯というか、ね、まだこうね若い出来たてほやほや の、 素敵な会社だと思うんですけど、はい、そうなぜね奈美子さんが今ね代表取締役をやってるのかっていうのが多分ね気になってる方たくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひ教えてください。はい、わかりました。まあ、あんま長くならないように割愛していただくと、はい、子供が今5年生1年生に子供がいるんですが、5年生の子供が生まれて1年ぐらい経った時から、ママさんサークル
のような、こう、ボランティア活動をずっと長くやってたんですけれども、なかなかね、その活動自体はとても楽しくて、いろんなイベント企画したり、お勉強会したりっていうことをやってたんですが、まあ、それだけでは収入にはならなかったので、でもやっぱり好きなことを続けていきたいし、周りの人といろんな体験をしていきたいっていう思いがあって、まあ、そこにはやっぱり収入っていうのも大事だなと。まあね、経済があれば選択肢が増えるので、その経済っていうものに特化して、ちょっと今まですごい避けてた部分だったので、はい、ちゃんとお勉強しようと思った時に、今グループ会社の一社をやってるんですけれども、その会長さんとの出会いがあって、で、そこから本当にお金の大切さを知って、しっかりやっぱ女性ってね、こうお金に弱い人が多いんじゃないかなと思って、そこで私がじゃあ一生懸命勉強してお金に強くなって、この情報をまた周りの方に伝えていこうと思って。で、そこでまあそのグループ会社ができた時に、まあそのうちの会長さんからお話をいただいて、一緒にグループの一社としてやらないかと言っていただいて。で、そこで、まあすごく思いは一緒だったんですが、もう私は全然ボランティアとか、もうちょびっと個人事業主をかじった程度だったので、会社って言われても最初はピンとこなかったんですけど、何やるんだろう、会社って何、社長って何みたいな感じだったんですが、本当仲間がいたので、で、それで、あ、一緒になったらできるかもっていう、本当ノリで、楽しそうと思って始めたのが最初のきっかけでしたね。そう、実は本当に1年ちょっと前にね、その花道、これ花道セレクションきっかけにね、奈美子さんとお会いする、ね、機会があって、あ、ちょうど1年前から、予選の後ですもんね、一緒に2人でランチしたのね。そうだから、本当に丸々1年ぐらい前にそんなね話を聞いた時に、そのね、奈美子さんのがもうね、全然もう1歩も2歩も先行かれてるんですけど、なんかそのスタートっていうか、ルーツのところが、なんか私一生みたいな感じになって、ものすごくなんかこう、なんか共鳴したのを覚えていて、私もそうね、本当に経済とかどうでもいいから、なんかママたちの楽しみだったり、ママの心の安らぎとか、なんか親子で楽しめるみたいな感じで、本当100人規模のママ会とか昔主催してたりしてたので、なんかあれ、この方私となんか同じ道をたどっているのに、今はなんか全然違うステージにいらっしゃるみたいな。なんかすごい素敵だなっていうのが本当第一印象で、なんかそのだからぐっと心がね近づいた、っていうのをなんか今思い出しました、ちょうど1年前の出来事。ね、私、会社の一番大事にしてる思いが、7世代先の子供たちに美しい地球を残したいっていう思いがあって、で、愛さんもね、すごく似てらっしゃいましたね。私より3代、後も言っちゃってましたよね。なんかね、それを私もそう個人事業主をしてる中で、そう、本当は経営者さんと知り合った中で、本当にそう、なんかインディアンの教えが元になってたらしいんですけど、なんか10世代先、大体ね、なんか300年先っていう言い方なんですかね、言い方が。そう、じゃあ10世代先の未来のことを考えて、なんかインディアンはなんかその生活をしてるっていうところからとか来てて、あ、なんかすごい漠然とはしてたけど、その未来を考えて今の自分がどういう行動をしていくんだろうっていうところで、すごくこう、なんか自分がなんかこう律せられる部分があって、そう、それでなんかこうね、何気なく10世代先の未来のためにみたいな感じで掲げてたら、そう、花道のスピーチで奈美子さんが「7世代先の子供たちのために」って言って「一生!」みたいな。本当ですよね。まさかそこが一緒の人がいるとはと思いました。なんか多分ね、お互いそのスピーチでもそこも共鳴して、で、実際ね、なんかちょっとランチしてね、深い話させていただいたら、あれ、なんかルーツも一緒で、なんか女性がね、経済活動のところで立ち止まってやりたいことができない、この未来ってどうなのっていう問題を抱えてるとこも一緒で、あ、なんかこんなになんかこうね、似て、それでね、同じようなフィールドで奮闘してる方がいるんだ、そして先を走ってくださってるっていうのが、私にはすごい、だから奈美子さんがもう本当希望でした。嬉しいです、そう言っていただいね、で、本当その花道ね、ちょうど1年前から、このたったの1年で、もう奈美子さんの飛躍がすごすぎて。て。
ありがとうございます、見てもうて。あれ、何歩先に行ってるんだろうみたいな、なんかもう見上げてる気分なんですけど。ね、なんかこのね、この1年間のというか、まあ、もちろんね、そこまでのあのコツコツとした努力だったり、奈美子さんのね、お人柄での信用性がもちろんあのことを成してるんですけども、この本当にこの1年で多分ものすごい飛躍されたの、ご自身でも自覚はあると思うんですけど、なんかどんなことがその自分の身の回りとか考え方とか変わり始めたんですか？そうですね。まあでも、ここ1年の一番の変化で言うと、もううちの主人も脱サラして、今一緒にお仕事を始めたっていうのは、一番かなと思いますね。うん。まあね、まずはやっぱり自分のこう経済も精神も整うことっていうのが、まあ一番の、あのね、まあまずはそこかなと思うんですが、その次はやっぱり家族っていうところになると思うので、やっぱ旦那さんもね、そんな好きでサラリーマンをやっていたわけでもなかったし、それをこう辞めさせるっていう意図があるんですが、まあ、それができたのも、まあ自分、私自身の経済力がないとそれは選択はできなかったので、まあそれができるようになって、まあすごく楽しそうに今お仕事を、まあ一緒にさせてもらってるんですけど、してるし、今旦那さんだけじゃなく、今こう周りの女性の方たちでも、こう経済力をつけて、もっと自分がやりたいことができるようになってきたっていう女性も増えてきたので、自分だけでなく、こう周りの方も、こう経済的にちょっと成長してきてるなっていうのを感じるのが、まあ、ここ1年ではすごく増えたかなと思いますね。なんか本当ね、ものすごく自然で、ちょっとね、なんかこう女性が金融か、ね、金融のこう知識セミナーして活動するって言うと、やっぱね、なんかこうガツガツしてたりとかっていうイメージが多分まだ世間にはあると思うんですけど、なんか奈美子さんを見てると、なんかものすごいその、ね、芯にあるハートの部分をなんかすごく大切にしていて、でなんか本当そのあったかさでね、人が集まっていて、でもそこにちゃんと経済が回っているって、あ、こんな理想な形ってあるんだっていうのを本当なんか見せていただいてるなっていう印象なんですよね、私の中で。本当にもうそれを目指していたので、本当お金だけでもやっぱり面白くいくらお金を持っててもやっぱり楽しいんで、ね、まあ、愛がなかったらね、やっぱり面白くないですし、本当そこが全部揃ってるっていう、その私の思いの部分と全くこのうちのグループ会社の思いが一緒っていうのが、本当一緒にやっててすごく面白いですし、成長すればするほどまた新たな体験ができてっていう、もう本当いろんな体験をして周りの方にそれを伝えていくっていう、まあそれが本当に結構循環が生まれて、ね、いい形なんじゃないかなと思ってるので。いや、本当ですね。ね、そのね、今もうレインボーね、株式会社のことたくさん話していただいた、そう、ぜひね、ちょっとね、会長にもいずれ客員教授来ていただきたいな、私は勝手に目論んでるんですけどね。会長もね、とっても素敵な方で、そう、だからね、はい、ぜひ来ていただきたいなってそう思ってるんですけど、そうね、奈美子さんとしてこう今後なんかこうね、このまあ会社を通してでもいいです、ご自身を通してなんかこういう、ね、こういう世の中にしていきたいとかね、それこそ7世代先の、ね、未来の子どもたちのことを考えて行動されてるので、なんかこんな風にしていきたいとかって、未来の展望って今どういう風にお考えですか？なるほど、本当に、まあ、長い目で見ると、まあ、経済はもう今は絶対に必要なんですが、まあ、最終的には本当に、例えば農業だったりとか、まあ、食べる、生きることっていう、そこが、まあ、すべてだとは思うので、まあ、今、こう、本当に活動を始めたきっかけも、こう農家さんとか、すごくいいことをしている、世の中のために、環境のためにっていう活動をしている方が、ちゃんと経済を持っていないっていう現実を見て、すごくまあショックというか、なんで世の中の構造はこうなっているんだっていうことにすごい不思議に思って、それでお金を学ぼうって思ったんですが、なので、そういったこう世の中の、それこそね、何世代先ものことを考え、活動している方にお金が回るような仕組みを作りたいっていうのをすごく思っていて、なので、こう、うちのグループ会社のメンバーのこう思いとしては、こう村づくりをしていきたいだとか、学校を作りたいっていうのも一つ思いがあるんですけど、学校ですね、本当に義務教育もまあ、ね、大事な部分もあるけど、義務教育だけでは学べないこと、こうやってね、愛さんが呼んでおられるような、いろんな活躍している女性とか、まあ、男性もですけど、学校の先生ももちろん大事なんですが、この世の中で活躍している大人っていっぱいいるし、
だけじゃなく、もう子供が先生でもいいと思うし。思います、思います。ですよね。だからそういう本物を学べる学校というか、実践的な、ね、お金の勉強も今学校ではしないし、そういう、本当に、社会に出て身につくことが学んで体験できるような場所というか、そういう仕組みを作りたいなというのが今の夢ですね。いやー、素敵だし、もうぜひやっていただき、本当に私もそう、ちょっとね、義務教育にはね、そうもね、やっぱ教育方針がね、古いものをね、継承してきてるから、やっぱり時代的に、って思うとこもやっぱたくさん出てきて、やっぱそのね、学校では学べないことの重要性みたいなのを、やっぱりね、私も息子、4年生の息子を抱えて、やっぱりひしひしと感じているので、やっぱね、そうやって奈美子さんたちね、みたいな、そのね、本当グループ一体となって、そういうことを発信してくださる方が増えると、子どもたちの学びの場も増えますし、本当に生きる知恵っていうんですかね。本当に心を大切にしながら、ちゃんと経済も回して、生きる知恵って、本物の生き方っていうところをちゃんと伝えていきたいなっていうのは、すごい私も一緒に感じてます。嬉しいです。本当にね、こうやっねて仲間が増えることがやっぱり一番だと思うので、一人でできることなんて限られてますし、これをね、こういう思いの方がたくさん増えて、で、心も整いつつ、ちゃんと経済も回るっていう仲間が、本当、どれだけ増えるか、増やせるかっていうのが、今、思っていることですね。全国ねの輪を広げたいっていう思いでいます。え、本当ですね。ねえ、もう本当ね、もっとね、いっぱい喋りたいんですけど、本当もうね、15分番組なんで。まだまだ。ねえ、いや、インスタとはね、違って15分番組なので、ねえ、ちょっとぜひね、最後に、奈美子さんの輝く秘訣をちょっと伺いたいなと思うんですけれども、どんなことでしょうか。輝く秘訣。そうですね。本当に、毎日すごく楽しいなって思っているけど、もちろん大変なこともあるんですが、やっぱり自分の成長、自己成長っていうのが一番の、なんて言うでしょうね、楽しみというか、自分が成長した時にすごく、喜びを感じるし、成長し続けたいっていう欲がものすごくあるので、もうここで止まりたくないっていうのも思いますし、この成長欲というか、それから、輝き続けられるのかなっていうのは一つありますね。すごい素敵です。やっぱりね、本当にね、魂はね、死ぬまで成長し続けるって言いますもんね。だから本当に本当それをね、体現されている、ね、成長し続けてるからこそ、まばゆい輝きがもうね、もうどん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 拡大してるっていうところなんでしょう。ちょっと今すごい納得しちゃいました。もうね、成長が止まっちゃったら、もう死んだ方がマシだぐらいに思うので。ねえ、本当ですね。成長はすごい大事。なるほど。じゃあね、ぜひちょっとね、最後になっちゃうんですけれども、この番組的にはね、ちょっとね、奈美子さんの方から、多分ね、素敵な企画とか、あと本当ね、そのお金の知識をつけていただくっていう勉強会とかもね、たくさんリアルでもズームでもされてたりとかするんですけど、その情報の取り方だったりとか、ぜひね、奈美子さんから直近のというか、イベントごととか、もし告知があればお願いします。ありがとうございます。QR コードから読んでいただくと、私の連合株式会社のホームページに行けますので、この下の方にインスタとかフェイスブックの私の個人のところにつながるものもありますので、インスタにつながっていただくと、そこから割とセミナー情報、イベント情報を流していることが多いので、ぜひこちら見ていただけたら嬉しいですが、そのお金のセミナーに関しては、月に何回も、ズームのセミナーをやってますので、オンラインでどちらからでも聞いていただくことができます。で、あと、着物のイベントに関しては、次は2022年の3月に、石川県の金沢のクルーズターミナルという、結構大きな会場で、そちらで着物ショーをやりますので、モデルさんもあと少し若干名募集しているのと、スポンサーさんも大募集をしておりますので、ご協力くださる企業さんがいらっしゃいましたら、こちらも大歓ねえ、ぜひぜひですね、本当にね、ね、モデルさん、本当前回のね、私拝見させていただきましたけど、もう本当に
すっごいね、本当なんかもう、こうプロモデル並みにね、出番も扱いも、すごいいい経験になるなっていうか、いや、これね、本当にこうね、普通の生活していて、こんなステージに立てるなんてって、こう、なんか夢のようなステージだったので、ぜひね、なんかね、全然経験なくても全然いいんですもんね、別にね。うん、プロモデルさんとかで、モデル経験がある必要は全くないので、本当にこう、お着物に興味があるなとか、なんか私もそういうの出てみたいって、本当こう、ワクワク感ですよね。好奇心優先でぜひ手をね、挙げていただいたら、もうあとはナミコさんが、はい、もうね、温かくサポートしてくださいますので、ぜひね、はい、皆さん積極的に手を挙げていただきたいなって思いますし、本当ね、今ね、教えていただいたそのね、セミナー情報なんかもね、ズームとかやってくださるので、全国各地、本当国をまたいでも行けますから、もちろんです。ね、本当に私もそのね、会長さんからもいろいろお話とかも伺ってきましたし、どうしてもこう金融を扱ってる方って、こうなんかちょっとね、こうお金を追っかけてるイメージが強かったので、ちょっと正直私もちょっと最初こう、まあね、ちょっとバリア張ってた部分も正直あったんですよ。でももう話してると、お金扱ってる人でこんなに心が豊かな人っていたんだみたいな。そこなんですよ、うちの現うん、場。そう、だからなんか、なんていうんですか、本当なんか、カネカネしてない感じが、私はものすごい親近感で、うん、だからもう本当にね、私の本当に活動も応援してくださってますし、なんかね、もう愛さんのことを応援でき、ね、できるところは言ってくださいなんて言っていただいてるような、本当になんかウィンウィンウィンの関係を作ってくださってる、ね、グループのトップであり、ね、奈美子さんの会社ももちろんですけど、なのでね、なんかそんなちょっとこう、もういいですお金のセミナーって多分思ってる方にこそ、ぜひね、一回覗いていただきたい。本当うん、です。うん、何にも勧誘されないですし なもうただで学んでいいんですか、その知識っていうのを本当惜しみなく出していただいて、ね、それを全国どこからでも聞けるっていう、すごいラッキーな、もうなんか大当たりな感じなので、はい、大盤振る舞いです、本当に。ね、講座とかにしたら何十万になっちゃうのっていう世界なので、うん、ぜひね、皆さんその心をね、受け取っていただきたいなと思います。はい、ね、奈美子さん、またね、ぜひぜひここからね、奈美子さんの輝く姿、私もね、追っかけさせていただきたいなって思いますし、ね、また共同創造のね、できる未来を楽しみにして、はい、これからも仲良くしていただけたらと思っております。はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、レインボー株式会社代表取締役、林奈美子さんでした。ありがとうございましありがとうございます。た。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、もういっぱい聞きたいのがあるので、ね、この番組いつも15分って言いながら、多分皆さん気づいてますよね。だいたい20分ぐらいになってるんですけど はい、もうね、なんとかね、こうゲストさんの話をたくさん聞きたいなと思いながらね、やっぱ長いと、ね、見るのも疲れちゃうので、コンパクトにまとめさせてはいただいてますが、ね、本当に彼女の魅力、まあ、一部でしたけど、皆さんにね、彼女のね、良さっていうのがすごく伝わったんじゃないかなって思います。うん、1年前にお話しした時からのもう成長度が半端なくて、ね、輝く秘訣、成長し続けることっていう、まさにそこがモットーだったんだなっていうのを、今日は納得しながら、はい、楽しくお話しさせていただきました。ぜひね、奈美子さんの会社のね、そういうお金の勉強会だったりとか、あとね、お着物のショーとか、興味ある方は、本当ね、今のこのワクワクを大事に、はい、アクセスしてみてください。ということで、11月に入りました。今年も残り2ヶ月、はい、年内もね、素敵なゲストの方どんどんお呼びして、はい、ね、素敵なお話伝えていきたいと思いますので、来週もお楽しみに。ということで、今夜はこの辺で失礼いたします。